モンテディオ山形のキーパー藤島英介選手によるサッカー教室が昨日山形市で開かれました。キーパーとして必要な技術や心構えを学んでもらおうと開かれたゴールキーパークリニック。今回が3回目で、県内の小学3年生から高校3年生までの25人が参加しました。高校生などの育成年代では、キーパーの専門知識を持ったコーチが在籍していないチームも多く、子どもたちに指導の機会を提供しようと、藤島選手が主体となって企画しました。相手の動きをしっかり見て出された方向にスムーズにいく。それ一番大事なことだから、全部できてよ。現役 J リーガーとサンフレッチェ広島のキーパーコーチを務めた経験もある沢村公康さんの指導を受けた子どもたち、一層やる気が高まったようでした。プレーにすごく迫力があって、僕もああいう風になりたいなって思いました。チームに帰って試合の時にもこういう思い出して使ってみたいです。キーパーは積極性が大事ということが改めて分かったので、そこをこれからも肝に銘じながらプレーしていきたいなと思っています。参加者に伝えたいことを藤島選手に聞きました。ナイスチャレンジを繰り返すことで、プレーというのは前向きになっていきますし、本当に今いる仲間たちを大事にして、常に努力を続けて切磋琢磨して、一生懸命やってもらいたいなというふうに思っています。